名前を首尾と言って、あの本名は勅使河原一正って言うんですけれども、首尾ってなんでつけたかっていうと、日本語で首ってここのこと言うんですよ。首っていう場所がその大切なところから実際に動くところのその間にあるみたいな、僕はその何かと何かの間での美術的な行為っていう意味で首尾っていう名前をつけて、まあ、ミミズっていうのはもともとはそのアニメーション的な要素を持っている作品だったんですけど、それをなんかこうあのジョナス・メカス的なその手法でこう瞬間瞬間を捉えてNFT としてリリースできないかなっていうようなことを考えたんです。なんせ名前がミミズなので、日本だと虫を売ってるお店ってあったりとかってしまして、マニアックなコレクターが虫を買っていくんですけど、そんなようなイメージを僕も持って、まさにミミズのお店を開くようなつもりで NFT として続けていたんですね。2018年の時に音楽の構造をテーマにしたものを何か作ってほしいっていうような依頼があったんですね。デパート の地下の食堂とかにあのテリーヌが並んでまして、そのテリーヌの断面が音楽のようだったんですね。だからある時その道端にあのミミズが死にかけてたんですよ。で、あ、テリーヌってあのままこう伸ばしていくとミミズなんじゃないかなっていうふうに思って、そうすると、あ、もしかしたらこのちっちゃい死にかけてるミミズに耳を近づけて聞いてみたら音楽が聞こえてくるんじゃないかみたいなところから、ミミズっていう名前が出てきたんですね。まあ何からでもインスピレーションを受けてるんだと思うんだけど、おそらくはほとんど幼少期の体験に頼ってる部分が大きいんじゃないかなって思いますね。母親と一緒に暮らしていたその絨毯の模様とか窓の外の景色とか、そういうところがまずはあるんだと思います。NFT は新しい所有のあり方といったらいいんですかね、そこに立ち会えてるなっていうふうに感じていますね。それはすごく面白いことだなって思います。